はい、どうも、ヒロトゲームズのせいです。ついに来ました。クロウィズキャラ登場。まあ、黒猫のコラボガチャですね。去年もあったんですけど、今年も来ました。では、もう、早速、引いていきましょう。キャラガチャへゴー。で、まあ、狙い、そうですね。まあ、僕も黒猫やってたんで、まあ、ユッカとかは知ってるんで、まあ、ユッカとか欲しいですね。そうですね、この子ですね。この子は黒猫でも持ってたんで。まあ、あとは、キワムが、まあ、新しい、なんか召喚みたいなスキルが使えるんで、ちょっと気になるなというところです。では、早速行きましょう。さあ、どうかな。まあ、入れ替えに比べてね、まあ、出てくるキャラが決まってるんで、絞られてる分、ありがたいですよね、こういうガチャは。金が5、普通ですね。さあ、どうかな。頑張っちゃうわよ。あれはお姉系かな。やばい。やばいぞ。お姉系のブリキ出た時はなんかちょっとあれですね、やばい時ですね。まあ行きましょう。どうかな。3、4、5、5、普通。あれあれあれ、僕の家知りませんか。何でも収穫してやろ。縄張りは荒らすなよ。どうやらあれですね、絞ってきてますね。運営が絞ってきてます。やばい。はい、もう次行こう。やばいな、この今回のガチャちょっともしかしたら絞ってきてるんじゃないかな。2、3、少ない。あれ？やっぱ絞られてんのかな？違うね。え？まあ、お、来ましたね。やっと、33連目で1体来ました。ルシエラですね。ドラゴンライダーのルシエラが来ました。私をお世話してくださいね。めっちゃSD よくできてんな。なんかドラゴンもなんか、いろいろと、凝ってますね。まあまあまあ、ドラゴンライダー当たりでしょ。さあ、一応、狙いは、あれ、メンズ出やすいと思ってメンズを狙いキャラにしたんやけどな。おかしいな。やっぱり物欲センサー。お、金多い。導きましょう。出始めたら出ると思うんやけどな。冒険の始まり。あれ？よろしくお願いしますね。やっぱ絞ってんな。ありますか？絞ってますね、これ。絞るね。44連で1体か。55連目。
絞ってんな。6、金6。なかなか多いよ。それより弱いやつはいるか。正義士、舐めちゃダメだよ。しばらく厄介になるよ。それも運命か。いやマジか。研究室ありますか？お邪魔します。やばいっすね、めっちゃ絞ってますねこれ。冒険の始まり、失敗頑張る。ユッカ来た。とりあえずいいね、来たね。いやでもなんかやっぱ回を重ねるごとにこの SD のねクオリティが上がってますね。うわーでも2人か、2人ね。うわー4人ぐらいは出てほしかったな。7、めっちゃ金率いいよ。さあまとめてドンと。はいはい、やっぱ被るね。被り基本やね。お、じゃあメンズ来た。ディートリヒ戦車みたいに出すスキル使うみたいですね。まあ星音率は上がったけども、これいきましょう。いやー今回なんかやっぱ絞ってる感あるな。うわ金率高っ。え、金なん、金8。お、これはアルティミッシア。え、ああアリエッタさん。いや出たね。これはまあ引き時って感じですよね。引き時か。今、ユッカ、ディートリヒ、アリエッタ、ルシエラ、アルティミシア。ああ、十分やな。もうこっから絶対被りまくるな。じゃあこれラストにします。ちょっと勝ち逃げしたいんで、勝ち逃げかわかんないですけど、まあ、ラスト。キリがいいんでね。よく出たから、まあ。よく出る波に乗ってたら今回も出るし、で、もう波が終われば、引き時という感じですね。金4。引き時ですね。お、まだ出る。マジか。はい。いや、全然被らずに出た。はいはい、まあまあかなり、かぶりが少なくて良、かったかなという感じですね。まあ狙いのキアムが出ないという、まあやっぱ物欲センサーはあるんだと思いますね。これって言ったらやっぱこれが出ないということですね。ガチャ動画以上にして、すぐにキャラクター育てて、紹介動画出そうと思います。ご視聴ありがとうございました。